ぜひご挨拶をお願いします。雨が降ってまいりました、少し冷え込んできましたけども、国会周辺抗議の行動でお集まりいただいた皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました日本共産党衆議院議員の田村貴昭でございます。今福島議員からもお話がありました。この報告の TPP 批准案、関連法案、衆議院から参議院には送らせない、絶対に認めない、成立を断固阻止する、その思いで連帯のご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日も TPP 特別委員会で審議されているんですけども、この問題がなかなか語られません。日本の農業がどれだけ災害防止に役立っているのか、どれだけ環境のために必要なのか、今日皆さんどちらからお越しでしょうか。飛行機に乗られて窓から下の景色見てください。飛び立ってすぐに見えるのは山です。圧倒的にこの国土を作っているのは山であり畑であり田んぼなんですよね。東京大学の鈴木先生の試算によると、 TPP の農林水産業の減少高は1兆6000億円、これだけ減ってくるというんです。畑がなくなり田んぼがなくなる、想像してみましょう。田んぼは日本のダムの2倍もの水を蓄えているんです。体にたくさん雨が降っても水をちゃんと貯めておける、だから災害防止に役立っているんですよね。こんなものがなくなっていたら、安い農林水産物で日本国中それが設計されたら、まさに国土保全の田んぼと畑がなくなってしまいます。この一点だけを考えても、皆さん TPP 批准許せるものではありません。そう思いませんか。国会というのはどこでもそうなんですけども、予算案にしたって、それから法案にしたって、カクカクしかいか、これをご審議いただきます。だから審議できるんですよね。しかしこれをご審議いただきますという、その叩き台がないわけなんですよ。何度も何度もお話があったと思います。8400ページものその協定文書の2400ページしか和訳されてないし、和訳されたものの中で18箇所も誤訳があったと。これではまともな審議できないじゃないですか。それから SBS 米、この価格偽装の問題もありました。外国産のお米が入ってきても国産米と変わらないから影響ないと言っていた、その政府の言い分の根拠が根底から崩れたんです。百歩譲ってでもちゃんと土俵を整えてから審議をする、それが政治のあるべき姿ではありませんか。そのあるべき姿を取っていないんです。そして当事者たちの相次ぐ強行採決発言、農林水産大臣は審議をお願いするはずなのに、どうして立法府にまで介入し強行採決、それをお願いするのか、言語道断ではありませんか。いろいろ問題あります。参加国 TPP の協定参加国、一国たりともですね、自分の国では TPP 関連法案決定してないんですよね。国内では7割以上の方が慎重審議を求めておられるんですよ。それを数度の参考人質疑、そして地方公聴会はたった2箇所で1回1回こっきり、これ皆さんいいんでしょうか。北海道の人たち、宮崎の人たちの意見だけ聞いて地方公聴会、これで終わらせていいんでしょうか。田園地域であっても離島であっても畜産地域であっても、もっともっと国民の関係者の声を聞くべきではありませんか。やり方もおかしい、同業のその入り口でも間違っている、そして一番間違っているのはその中身そのものであります。
農産物の7割、関税撤廃、絶対手をつけないと言っていた重要5品目でも関税が3割なくなっていくわけです。さらに日本はこの TPP 参加国の中で唯一7年後の再協議が義務付けられているわけであります。つまり昨日も参考人の横浜国立大学の田代先生が言われていたんですけども、7年後は関税撤廃ですよ、もう待ったなしですよということが迫られるわけなんですよね。今はここで批准したとしても7年後ではまだその中身が変わっていく。関税撤廃、非関税商品の撤廃、こうなっていくと何のための国会承認になるのか、何のための議論になるのか、議会制民主主義も、そしてこの国の主権もないがしろにしている、そういう手続きがこの TPP ではないか、私は怒りを込めて訴えたいのであります。数々の問題がございます。そして国民は慎重審議を求めています。皆さんのお住まいの地域でもこの TPP には俺も物言いたい、私も意見がある、そう思われる方はいっぱいおられると思うんです。あまねくそういう声を聞くべきであります。そして問題点を明らかにし、問題点を白日のもとに探り出して、この TPP の承認案、そして関連法案を断固阻止する国民の皆さんの運動とタイアップして、絶対成立を阻止していく、頑張っていこうではありませんか。日本共産党も国民の皆さんとの連帯協力を広げ、そして野党との団結を深めて、この同国の政治、同国の協定、絶対に許さない、参議院に回さない、ここで回せる、その決意を持って奮闘する決意申し上げまして、今日のご挨拶をさせていただきます。皆さん共に頑張ってまいりましょう。寒い中お疲れ様です。風邪ひかないように頑張っていきましょう。田村議員どうもありがとうございました。国会の中から、そして周りから大きく声を上げていきたいと思います。働いている労働者で作っている労働組合です。先ほどお話があります、本当に国の問題は私たち頑張っていきましょう。医療労働者が実労連の皆さん、総務委員会お世話になってます。